坂出市は市外からの移住を促進するために香川県空き家バンクに登録した居住誘導区域内の物件の改修費用に対し新年度から最大200万円を補助する制度を始めました。200万円という金額は県内自治体の中でも最大規模です。香川県版空き家バンクである香川住まいネットは定住人口の増加を目指す取り組みの一環として移住を希望する人の住まいの確保を支援するために県市長と不動産取引業者団体の連携協力のもと情報提供を行うものです。坂出市は香川県空き家バンクに登録した空き家を購入または借りる市外からの転入者に対し所定の条件のもと改修費用を最大200万円補助するもので昨年度まで100万円だった補助額を倍増させました。なお対象となるエリアは中心市街地の空き家対策推進を目的にご覧の坂出市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内となります。令和3年度の坂出市空き家等実態調査によりますと全体の空き家率は 6.1%、 吉間地区を除くと東部、中央、西部の市街地は大越地区の 6.9% より空き家率が高いという実態があります。新年度からはこれまで以上に移住者への支援を手厚くするとともに中心市街地の空き家対策を集中的に講じることを目的に市外から転入した補助対象者が居住誘導区域内の空き家を改修する場合に最大で200万円を補助することとして制度の拡充を行ってまいります。空き家改修の補助を受けるには補助金交付後5年以上居住する意思を有するものも条件となります。なお対象物件は香川県空き家バンク登録物件に限りますが市外からの移住者の場合居住誘導区域外では上限150万円、市外からの移住者でない場合も居住誘導区域内では150万円、区域外では100万円を上限に補助されることになっています。坂出市はこれから坂出駅周辺の再整備が行われることからこれからの街中の活性化がどう進むかが注目されます。この空き家対策の拡充もその一環といえます。空き家改修補助金の条件など詳しくは坂出市政策課にお問い合わせください。